下ネタばかりを言うあの人のエピソードゼロはこれだったんですよね。カモメカモメカチンカチンの皮を抜いて家ですって。もめもめチン。キャー！お花に行けなくなっちゃうじゃない。彼女が数十年後、あの新報館の館長兼満長、チンコさんになることはこの時誰も修行しもなかった。